クラリス、今日はありがとう。君のおかげで、俺もあの子も助かったよ。君の都合のいい時でいいから、今日のことで話がしたいんだ。それと、脚本の続き、早く読ませてくれると嬉しい。とても面白かったしね。楽しみにしているんだ。それじゃあ、おやすみ。楽しみにしてくれてるんだ。デートの時も私を楽しませようとして、いつも私を気にかけてくれて。神山さん、隊長、待ってください。聞いてほしいことがあるんです。隊長はどこまでご存知なんですか？君の力のことかい？さっき支配人から教えてもらったよ。あんな力があるなんて、私気持ち悪いですよね。あの力、俺にも使えないかな？あれだけの力だ。戦いにおいて強力な武器になるよ。やめてください。そんなこと言わないでください。こんな恐ろしい力はない方がいいんです。クラリス、私の一族は古の時代より時の権力者のもと、あまたの戦争でこの力を振るいました。城を打ち滅ぼす時は豪華を起こし、町を守る時には嵐を呼んだそうです。この力は、一族の歴史は破壊の記録です。長い歴史の中でどれだけの被害を与え、どれほどの命を死に至らしめたか。呪われているんです。この力は忌まわしい呪いなんです。私はこんな力なんていりません。欲しいのは安らぎを与える力です。破壊しかできない魔導の呪文ではなく、読む人に喜んでもらえる物語を書きたいんです。もう書いているじゃないか。読ませてもらった脚本はとても面白かった。さっきも言ったけど、楽しみにしているんだ。神山さん、私にできるでしょうか？たくさんの人に喜んでもらえる物語。できるさ、俺は信じてる。だから君の物語を書き続けてほしい。これからもずっと。わかりました。神山隊長を信じてみます。うん。私の力は破壊の力。でも私はもう一つの力を持っている。物語を生み出す創造の力。それは錯覚かもしれないけど、でも信じよう。みんなを、隊長を、そしてみんなが信じてくれた私を、今だけは。神山だけど、今大丈夫かな？
はい、どうぞ。やっぱりクラリス、あまり寝てないんじゃないのか。すみません、ちょっと詰まってしまって。無理はしないでほしい。脚本も大事だけど、それ以上に君の体が大切だ。はい、気をつけます。あとは最後のセリフだけなんですけどね。なんだ、それじゃもう終わったようなものじゃないか。いいえ、これが一番大事で、そして一番難しいんですよ。どんな言葉が心の奥に残るんでしょうか。コーマの出現を確認。クグ付き兵が次々に現れているとのことです。民衆の避難は警察と協力して実行中や。わかりましたわ、急いでちょうだいね。芝君、機体の整備状況は。もちろん全て完了してますよ、スミレさん。こんな短期間で本当に全機動くのか。レイジ、美人のお願いには何としても応える主義でね。おかげでかなり寝不足だがな。おいおい、フラフラじゃないか。まあ、ありがとうな。神山君、花組の出番よ。無限で出撃してちょうだい。は。あの、すみません。私。ん？どうかしたのか、クラリス。いえ、すみません。やっぱりいいです。さて、それじゃあ聖十郎。お前の戦いぶり、久しぶりに見せてもらうぜ。ああ、任せろ。よし、行くぞ、みんな。帝国歌劇団、花組、出撃せよ。敵クグ付き兵を殲滅する。了解、全員で頑張りましょう。我らに星の輝きを。アナスタシア・パルマ、出撃するわ。今度こそ私の戦いを見せてやるぜ。アザミ、頑張る。無理はするな、初めての機体だ。慎重に行け。無限、私の力を引き出す機体、あの破壊の力を。それじゃあ一つパーッと行こうかね。魔幻空間展開。
歌舞伎座周辺に魔幻空間が出現。全員衝撃に備えて障壁をぶち破りますわよ。障壁丸突撃。魔幻空間、甲賀が作り出す妖力の空間か。神山君、その空間には間違いなく上級甲賀が潜んでいるはずよ。強敵だけど探し出して必ず撃破してちょうだい。了解。良くない知らせがあります。魔幻空間内に多数の人々が取り残されていることが判明しました。この空間に人が。無事なんですか？今はまだ無事なようですが、時間の問題かと思われます。この空間は人の生命力を食うよ。徐々にだが力を奪われている。魔幻空間を解放すれば人々は助かるはず。まずはどけどけ、八王様のお通りだぜ。乗ってみるとよくわかるぜ。無限はすげえ機体だな。そうさ。だが力ってものは使う人の心次第でどうにでも変わる。みんな正しい心でその力を、無限を使ってくれよ。強い力。私は、あって、
駆け上がるぞ。同じコーマ上級コーマはこいつよりも強いのか。先に進もう。待ってキャプテン。クラリス、あなた全力で戦っていないのはなぜ？アナスタシア。アザミも同じ気持ち。クラリスはちゃんと戦っていない。なぜ？ちょっとみんな、クラリスはちょっと調子が悪かっただけですよ。私は戦いたくありません。中魔道の破壊の力を使いたくないんです。
私があの力を使えば、敵も皆さんも全て傷つけてしまう。この破壊の力は呪われた力なんです。クラリス、その力に俺は助けられたんだ。決して呪われた力なんかじゃない。この力は長い歴史の中で多くの悲しみを生み出しました。使ってはいけない力だと私は思います。君の使う力が悲しみを生み出すはずはない。俺は君を信じている。そうでしょうか。今は悩んでてもいいんじゃねえか。私たちが守ってやっからよ。クラリスの分も私が精一杯頑張ります。皆さん、俺たちは仲間だ。花組は仲間を決して見捨てない。クラリス、今は敵とではなく、君は君の心と戦ってくれ。はい、頑張りますので。あっ、えい、あれは高速兵器や。遠くからでも狙ってくるで。気ぃつけや。厄介だな。私が十魔道を解放すればきっと。でも、はあ、遅い。その先に大きな揚力反応があるで、要注意や。了解、みんな油断するなよ。
帝国歌劇団の諸君、俺様の魔幻空間へご招待ってね。お前がこの空間を作り出したコウマか。お前なんて呼び方するなよ。俺様はオボロ、オボロ様と呼べよ。オボロ、なぜこの空間を作る？貴様の目的は何だ？目的？人を苦しめて殺すのに、なんか理由っているのか？なんだと？人の命を何だと思ってる？そんなの、俺の餌だろ？違うのか？俺のおもちゃかな。貴様、さて俺は遊びに戻るぜ。あばよ、帝国歌劇団。待て待て、おぼろ。ここで命が消えていくのを見て。無理はしないでください。
りもいっぱい。いやあ、頑張ってるね。本日予想以上だよ、帝国歌劇団。予想以上に弱っちいもんだ。ほら、姿を見せろ。正々堂々、俺たちと勝負しろ。正々堂々と笑わせてくれるぜ。その力で弱いやつから全てを奪ってやる。力、私の力は何のために。楽しいですか？それほどの強い力を持ちながら恥ずかしくはないんですか？お前からも結構強い力を感じるな。お前もその力を使えばいいのに。気持ちいいぜ。弱い者いじめはな。貴様、クラリスはお前とは違う。クラリスは確かに強い力を持っている。だけどその力は優しい心が生み出す平和を、未来を作る力なんだ。会長、断じてお前と同じじゃない。お前のような醜い力とは違う。ああ、弱いやつが吠えるなよ。この程度の仕掛けも突破できねえくせに。私は自分の力が怖かった、破壊の力が怖かった。でも力は自分の心次第。私は破壊の力を正しいことのために使う。ずいぶん生きがるじゃねえか。けどよ、この仕掛けが解けてから言いやがれ。結晶の波動は全て同じなら、同時に破壊するのが攻略法のはず。これだけの数を同時にやれるか。やってみせます。答えて、私の無限。よっと、逃げても無駄です。グリモワール展開。この力で
点滅完了です。やりやがったな。行きましょう神山隊長、オボロを許すわけにはいきません。ああ行こう、君の力で未来を作るために。ついていきます。行くぞ、オボロを追い魔限空間を解放する。了解。クラリス、ありがとう。さっきは助かったよ。いいえ、この力で。ブラースト・ディアブル。でも、頑張ります。だって、私の中に正義を、平和を愛する心があるって、分かりましたから。遊んでやるとするか。魔の力持ちてきたれ、クグツキヘアルハバキ。なんて威圧感だ。破壊魔術の神髄たっぷり味わわせてやる。たとえ私の力が悪魔の力でも、もう恐れはしません。この忌まわしい力を人々を守る正しい力に変えて、あなたを撃ちます。クラリス、よし。クラリス、一緒に戦おう。君の力を見せてくれ。はい神山さん、私頑張ります。燃えるじゃねえか。花組の力を見せてやろうぜ。ええ、そして帝都の人々を助けるんです。よし行くぞみんな。目標、敵コーマ、オボロ、帝国歌劇団、花組、出撃。了解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 。
了解。そうだ、あの子を遠慮しねえ。あの小型の機械、さっきの結晶と同じはず。闇を切り裂く神速の刃。ここは私に任せてください。すべて破壊すれば反撃につながるはずです。貴様ら絶対に許さねえからな。私の力が役に立ったんですね。クラリス、これが君の本当の力だ。君の力は仲間を守るためにある。私はまだ自分の力を信じられません。でもみんなは、神山隊長はそんな私を信じてくれた。私の代わりに私を信じてくれた。きっとこれからは私も自分に向き合っていけると思います。それでいい、クラリス。それが君の新しい力になる。
その新しい力で。君だけの未来をつかめ。はい、私だけの未来きっと見つけてみせます。これであとは脚本だけだな。最後のセリフ一緒に考えようか。大丈夫です、たった今完成しましたから。え、そうなのか。なんだろう、また胸の中がモヤモヤする。おい、何やってんだよ。勝利のポーズ、行くぞ。クラリス、決め台詞しっかりかましてくれよ。え、私ですか。最後のセリフは大切よ、しっかりね。わかりました。物語こそ力の源、どんな時も自分の物語を信じます。せーの、勝利のポーズ、決め。ダナ、俺を信じてほしい、みんなを信じてほしい、そして君自身を信じてほしい。そうすれば君の未来を切り開けるはずだから。テミス様、興行は大成功、連日大入りで予想の 200% の収益となっています。2週間の延長公演も決定し、当面の運営費は十分確保できました。おめでとう、あなたたち本当によくやってくれましたわ。これで歌劇団大戦にも参加できますわ。あとは優勝するだけよ。やっどんなもんだい、やればできるじゃねえか。あたしらも任務達成、めでたい。アナスタシアさんの演技本当に素晴らしかったです。ありがとう。だけど今回の功労者はあなただわ、クラリス。本当に素晴らしい脚本よ。そんな、私なんてまだまだです。そんなことはないさ、クラリス。君は兵撃の人気作家だ。これからの舞台も楽しみだよ。言い過ぎですよ、人気作家だなんて。そんなこと、いやいや、お客さんの声が全てを物語っているさ。クラリスの脚本はお客さんの心を動かしたんだ。まさに物語にクラリスが込めた思いの力、君は素晴らしい感動を生み出したんだよ。おめでとう、クラリス。ありがとうございます。でも私一人ではできませんでした。新しい私になれたのはあなたのおかげです、神山さん。だから責任取ってくださいね、申し訳。え？いいわね、ああいうのも。え？今の分かったんですか？クラリスはなんて言ってたんです？内緒よ。おぼろ、
あの魔力は間違いなく上級コーマクラスですわね。はい、魔幻空間を作り出したのもオボロの仕業だったと考えられます。今回の空間は前回のものとは少し違っていましたわ。まさか他にも上級コーマがいると？まだわからないことだらけですわ。でも高魔王の復活だけは何としても防がなければなりませんの。さあ全世界の皆さん、ついに始まります。各国の歌劇団が帝都に集結。もう私も待ちきれません。世界歌劇団大戦、ここに開幕です。カオル、ついに歌劇団大戦が始まるで。神山さんたち、ほんまに勝てるんかいな。勝ってもらわなければ困ります。大会での宣伝効果はかなり高いですから。いや、そこは解散の危機を心配するとこやろ。次回、新桜大戦、平和の祭典、大正桜にロマンの嵐。神山さん、負けたら分かっていますね。